まず自分が TOEIC テストを受けていて、まあ、テストの点数自体は伸びてきたんですけど、じゃあ今度話すのはどうかなって考えた時に自信がなかったの で何かセミナーないかなとアルクのサイトを探した時にこのワークショップの、存在を知ってちょっと興味を持って応募しました。まず結構疲れましたというのが第一の印象ですね。であとは、そうだな、結構教わるというよりも自分で考えてたくさん話すということをやってたので、まあ、疲れた反面やっぱり自分に何が足りないかというのが自分で分かるようになりました。まず続けていきたいこととしては、SPM15、まあ、1分以内に15分を作りましょうという目標があったので、まずはその目標を達成できるように自分で、何かものを説明する能力を養うためにいろいろ一言二言考える習慣をつけたいなというふうに思っています。まず TOEIC テストで自分は点数上がっていって、その後に喋れるのどうかなと思ったんですけども、同じように思っている方にもこのワークショップおすすめですし、あとはスピーキングそのものをの能力を身につけたいと思っている方にすごくおすすめです。教わるというよりも自発的に考える力をつけるのに最適だと思います。